今回のテストのテスト範囲なんだけど、これみんなの投票で決めようと思います。え、どういうこと？テスト範囲にしてほしい単元を書いて投票してください。マジか、どうしよう。まあこれでいっか。はい、じゃあ集計終わったので投票数が多かった1位から5位までをテスト範囲にしたいと思います。じゃあまず第5位は2時間数でした。多いんじゃない？続いて第4位は 10P でした。あ、みんな好きだけど。次ね、第3位はフェルマーの最終定理でした。このクラス数学教が集まってんのか。第2位は少年の日の思い出でした。え、これ国語じゃん。数学から選べよ。第1位はぶっちぎりでしたね。整数の足し算です。じゃあね、この5つの単元を今回のテストのテスト範囲にします。あ、このクラスバカバカだ。